ょっと上げましょうか。さっき僕らここ来てちょっと待ったんですけど、その間に一歩向こう側の道ですね、向こう側の道で車輪子が2台通りました。もうでも通り過ぎたんでしょ。でも車輪が2台だからもしかしたらこの通りよりも向こうの通りの方が人通りはあるのかもしれないっていう。ガンガン人、誰かこの野球とかしてないかな。そんだけど今日もう当たっちゃおうかな。あれあそこ人2人乗ってますよ。どこどこどこ、あの橋の上、橋の上、橋の上、うん、橋の上乗ってますよ。マジ行っか。そっち側の通りが今のところ人通り多いですね。ちょっと行ってみるか。行ってみますか。オッケー。はい、ということで、じゃあこのお兄さんに問題を答えていただくということで、はい、で早速答えていただきましょう。ですね、これが問題なんですよ、はい、何々何かの世帯購入量の推移、はい、14年から16年、15年から17年と、まあ、鳥取県がダントツ1位なんでね、で、石川県がずっと2位で、ちょっと最近3位とかみたいな、これがまあ4位、5位とか、ね、つい島根県も結構ありますよね、ということで、これは何の購入量でしょう。1桁あたりの購入量のあれでしょうということで、4択ですね。スイカか梨かカレーか、もう鳥取県がダントツで1位のやつはカニなのかスイカなのか梨なのかカレーなのかっていうことを今のところ、さあ4択でございます。どれは違うなみたいなのあります。カニはない、カニは違うかなと。なるほど。もうこれはもう当てずっぽうになりますか。そうですね、まあ、4択ですから、4分の1で当たりますから。さあ答えはどれでしょう。じゃあ D のカレーで。正解はカニです。あー残念。お兄さんもうねこれは違うでしょって時にねカニって言っちゃった時点でね、はい、俺また今からチャリこぐんだなと思いましたよさあなるほどなるほど。じゃあサイコロ振っていただきましょう、はい、それで僕進んでいきますよ、その距離、はい、今度キロ数進みますんで、はい、まあ、適当に投げちゃってください、はい、5でございますさすが5キロか、こっからこっから5キロ進んでいただきます。向井さんにはお兄さんやってくれたなまあでもね、話しかけれてよかった、ね、ありがとうございました。やる気まで気をつけて帰ってください。これもしかしたらこのまま今日不正解続きで終わっちゃうんじゃないですかね。その可能性ありますね。じゃあとりあえず5キロ進みましょう。